経済学者で元財務官僚の高橋洋一氏が9日自身の YouTube チャンネルで国民民主党が推す103万円の壁引き上げに対抗する秘策を財務省が目論んでいると語った衆院選で過半数割れとなった自公政権は躍進した国民民主の政策を採用しないと政権維持が難しいがそれを覆す方法が自民党と 立立憲民主党の大連立と高橋氏は予想する。石破内閣は衆院予算委員長のポストを立民に差し出すと報じられているが高橋氏はこれすっげえ重要なんだよね一般的には常任委員会の4から5個分と言われているんだよねだから絶対に閣僚を経験者がなるんだけどこれを立民に渡してる大連立になるんだからどっちがやっても一緒でしょ って感じなんだよひどいよなと苦虫をかみつぶした高橋氏によれば予算委員会はテレビ放映もされ首相も出続けなければいけないため一番の花形というそのポストを立民に渡すのは大連立政権樹立が画策されている根拠とみる石破首相も立民の野田義彦代表も増税派と言われ2党が手を組めば当然過半数は大きく超え 国民民主がキャスティングボートを握れなくなり、103万円の壁引き上げも吹っ飛ぶ。その絵を描いているのは財務省だと高橋氏は断言していた。以下は視聴者からのコメントで。大連立の可能性は低いとは思うけど、例ではないところが怖いな。高橋さんの話もあり得る話だ。もし、石場、野田の大連立内閣だったら、岸田以上の増税内閣でしょ。 実現するかどうかは別だけど、税率上げて、民は生かさず殺さずじゃ。民間人よ、補助金やるから、もっと官僚を上甘え国益より、省益の財務省なんだから、増税論者の石場とのだでも目でも賛成多数で、乗り切れちゃう政権を望んでいても不思議ではない。それに、政治家って、世論も選挙前は、大事にするけど、選挙終われば、世論の声より、財務省の声を聞くからね。 そもそも、財務官僚も政治家も、生活なんて苦しくないわけで、生活に苦しむ庶民の生活なんて、選挙の善意以外はひとごと。見向きもしないし、まして、理解する気も体験する気もないからわからないと思いますよ。高橋氏の指摘する大連立は大いにあり得る。実は、末期の民主党政権、菅野田政権で経験済みである。この記事が指摘していないことを言い添えるなら、 国民民主、維新も大連立に参加する可能性があり、その場合野党は、令和共産その他の極小勢力だけになり、国会は事実上機能しなくなるということ。こうした状況では、財務省は大幅増税だけでなく、マイナや防衛整備、年金保険、改革など積もる懸案を一挙に処理させると思われる。大増税、みんなで認めれば、怖くないのだ。 さらに、大連立後は自民以外の政党は行き地を吸われた、ゾンビのようになり、増税容認派と反対派を、対抗軸に、政界再編成に向かうであろう。野党に、財務省に対抗し国民支持を集める、経済政策がないのは、極めて不健全ではないか〇〇の壁なんて、呑気な罰用議論ではなく、国民、団体の誰がどう税負担を担うのか 税制全体にわたる重厚な本筋論を国民に正面から提起してほしいものだ。自民党と立憲民主党が大連立を組んで増税を強行すれば次の選挙で自民党も立憲民主党も大幅な議席減に見舞われるかもしれない。それを覚悟の上でするのであれば我々国民としてなす術はない。我々国民としてできることは次の衆議院議員選挙まで。 この仕打ちを決して忘れず、投票で思い知らせるしかありません。103万円の壁引き上げについては、48万の基礎控除部分を国民年金基礎年金額相当まで引き上げて、55万の給与所得控除部分については、物価上昇率をかけて算出するというのが正しい算出方法だと思います。国民民主党は、 人口減少社会における社会保険料負担のあり方を議論しながら現実的な方法で調整し妥協していただかないと日本国民は納得しにくいと思います。